こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日も、はい、新旧対決ということでございまして、はい、新作が出たので旧作と比較をするというコーナーでございますが、はい、単なる打って感想だけではなくて、うん、ウィンザーならではのトラックマンを使ってデータをもとに皆様にどう変わったかを送り届けると、はい、いうコンテンツでございます、はい、今日は何を新規やってみましょう、はい、本日はバボラから新しく発売のピュアストライクの98、ピュアストライク、なんかかなり乗って飛ぶようになったという言葉が出ておりますけども、はい、ピュアストライクの新作を新旧対決やっていきます、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。では斉藤さんやっていきたいと思いますが、はい、今回はピュアストライク、はいはい、新旧対決ということでございましたが、はい、新しくなりました。なりました。どうなりましたか。ちなみに旧作がこちらなんです、はい、見た目で言うと正直、はい、あれ変わってないんじゃないって言われちゃうかもしれない、はい、ここに赤だったのが片一方がグレーになって、はい、こっちはバンパーが、こっちが当たりそうね。あ、そうですね。こっちが、はい、こっちがバンパーがグレーになって、はい、これ赤でいいんですかね。いいと思います。はいはい、はい、そうなんです。こういった感じでちょっと見た目的にも変わってきたかなとは思うんですけど、一瞬これをね、うん、ルーネがね年末だったかな、はい、使ってる写真出てざわついた、ざわつきましたね、はい、まさかと思いました。ここがざわつきましたよね。はいはい、はい、でもそのままですね、はい、モールドは変わってない、はい、はい、あと何変わったんでしょうか。そうですね、まあ、変わったところとしては、はい、まあ、そう振動減衰性を上げる素材として、はい、ピュアアイロで採用されていた、はい、まあ、天然素材、はいはい、このアマの素材をフラックス、はいはい、入れているというところが今回の変更点になります。世界的にもフランスが最大の生産量があるフラックス、うん、天然素材でございまして、ね、日本名アマ、はい、日本どこで生産したか知ってます？知ってます、はい、北海道なんですよ。はい、それは知らなかった、はい、そういうことを勉強していってるんですけども、はい、はい、まあ、SDGs も含めてなんですけど、はい、何やらですね、うん、炭素繊維、いわゆるカーボンとかグラファイトよりも比重が軽いので、うんうんうん、その振動減衰性も期待しつつ、うん、ちょっとなんですかね、たくさん使えたりとかするらしいんですよ、うん、はい、まあ、それが1個効果があるというところと、もともとねスマク社の、はい、SWX ピュアフィールというテクノロジーと相重なっての、はい、振動減衰性が高くなる、はいはい、これね、バボラさんがおっしゃってるのは、はい、プレイヤーの感覚を研ぎ澄ますために大切なフィーリングだそうです。最近すごく詳しくなってきた、勉強しますか。大豆さん勉強しないと。もう勉強しますよ、はい、勉強します。そこが1個目、はいはい、2つ目どっか変わったとこありました。2つ目、はい、そう今回大きく変わったのがあるんですよ、バボラさん。 RA をここしまで眠れハモリやりましたよね、はいはい、RA が今回、はい、少し下がってます、全体的に下げてる、はい、いうのもこれもですね、はい、一瞬のなんかね、某有名な選手が、うん、テニスとはボクシングをしながら、はい、頭の中でチェスをしているようなもんだと、うんうんうん、でボクシングで打ち勝つためのもう力、ダイナミックさはあるんだけども、チェスをやるときにあの戦術を繰り広げるためには、うん、一瞬の球持ち感が欲しいそうなんですよ、うん、勉強しますよ勉強しますよ、はい、なので、はい、R を下げたと、はい、この2つによって、はい、今回、ダイナミックコントロールラケットに付加されたのも知ってます。すごく便利、はい、でここに書いてあるんですよ、ここにほら、しすぎなぐらい便利、ここにほら、はい、書いてある。普通ね、コントロールラケットじゃないですか、はい、これここに何て書いてあります？クリエイトってありますか、はい、戦術をね、はい、生かしきるコントロール性能だと、はい、そんなことおっしゃってたかな、はい、そろそろ行きましょう、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、でこれの新旧ということで、今回は98の1619、はい、はい、そろそろ行けということなんで、はい、ここでご協力いただきますのが、はい、関桜ヶ丘のお二人、はい、広志図のお二人でございまして、はい、まずは加藤さん、はい、打ってるところがこちらでございます。ご覧ください。まず旧作でございます、はい、あれまた靴が、これもね、何ですかね、オレン、まあ、オレンジレッド、レッドオレンジ的なところでこう合わせられてるのかなというところですね、はい、何やら加藤さんはイベント行かれて、はい、そうですね、このシューズの大使になられてるそうなので、うん、はい、こちらが新作でございます。ちょっとね、音も変わってるところもあると思うので注目いただければというところでございます、うん、はい、やっぱりこの今 305g 一番厚いとこですからね、はい、細マッチョですから、うん、もうレッドオーシャンですからね、うん、はい、じゃあスコア見たいと思います。こちらです、よいしょ、はい、はい、こちらになりますが、うん、上が旧作のピュアストライク、はい、下が新作のピュアストライクということでございますが、まずは速度でございます。お、全く一緒だ、一緒ですね、速度変わらず、はい、スピンレート、お、
ちょっと変わらずだけど、そうですね、前作の方がいいぐらい、はい、アングルもほぼ変わる、はい、クリアランスもそんな変わってないですね、そうですね、はい、そしてレングスも変わってほぼ一緒、はいはい、正直ほとんど変わってないかなっていう感じが、はい、っていうことは逆に言うと、うん、旧作のパワーだったり、はい、そのさっき言ったボクシングで打ち勝つ力は落ちてないんですよね、はい、うん、あとは加藤さんがひらめいた戦術をどれだけ駆使できたか、そうですよね、コメント聞きましょうか、これ大事ですよ、コメントがこちらになります。手元でのパワー感、飛び出し感はどっちの方が良かったでしょうか。パワー感としては旧タイプの方のフィアサイクルですね、でも走れてる感じですか、はい、はい、手元での引っかかり感、回転かかってるかなと思ったのはどちらでしょうか。回転に関してはあまり変わらなかったんですけども、はい、その引っかかり感と柔らかさっていうのはあの新しいフィアサイクルの方が感じました。感じました、はい、打球感的にはじゃあ総じて新しい方が柔らかいというですか。そうですね、はい、球乗り感も、球乗り感もあの優しい感じが、優しい感じですね、はい、はい、対象ユーザーはちょっと変わってきますかね。もともとまあ、中圧形状でもありますので、そこをまあまあコントロール系でもありますんで、まあ、コントロールでね、中圧でちょっと珍しいところはありますけども、ね、はい、なんですけど、はい、中圧なんですけどもパワーが出るラケットではあると思うので、まあそのもっと薄いラケットですとかにする前の段階の方、なんかパワーも欲しい方、パワーも欲しい方で、なおかつコントロール展開ですとかクリエイトしたい場合は、その場合はフィアサイクルおすすめございます。クリエイトというのは戦略的なこう組み立てを重視する方というところですかね。はい、はい、じゃあ、期待したい答えですけど、加藤さんならどちらを。打球感が柔らかかったフィアサイクルを選びます。はい、戦略的に攻めるからというそうですね。いうところですね。はい、はい、分かりました。ありがとうございました。はいはい、ということで戦略的に攻められるので新作を選ばれましたけども、はい、まあ、やっぱり打球感を柔らかく感じているっていうのは、はい、RA の、まあ、柔らかさを感じておられてて、うん、まあ、クリエイトっていう言葉もちょっと出てきたのでびっくりしたんですけど、ね、はい、そんな英語使う人じゃなかったけど、まあ、多分読まれたんじゃないかなと思うんですけども、はい、戦術的にはということでおっしゃったので、うん、やっぱ一応球持ちは高くなってるんですかね、うん、同じように感触的に、うんうん、さっきの例えば引っかかりとかスピード感、うん、まあ、そんなに変わらなく感じる中で、うん、感触はしっかり柔らかく感じているのに、うん、結局パワーが落ちてないっていうところはすごく大事だと思いますよね。だから加藤さんもこのラリ、玉なしの中で、うん、ボクシングをやりながら、うん、頭の中チェストをやられてたのかもというところで、そう、ちょっと見えなかったけどそういうことなんだと思いますね。わかりました、はい、ではもう一方、はい、長尾さんのご意見もお聞きしたいんですけど、はい、まず打ってるシーンをご覧いただきたいと思います、はい、こちらです。はい、長尾さんはねどちらかというと、うん、まあ、ボクシングをあまり、はい、で勝つよりはチェス的な形で語れるのかなと、見えますね、はい、見えますね、見えますよ、はい、お仕事もそのようにというお聞きしてますけど、緻密な方ですから、はいはい、ということでこちらが新作のピュアストライクでございます。はい、はい、さあ長尾さんは何とおっしゃるのか、はい、まあ、割とね、フレームの硬さを感じ取ることがよく多い方ではあるので、今回どう感じ取られたのかというところなので、スコア見たいと思います。こちらです。はい、上が旧作のピュアストライク、下が新作ですが、まず速度は、はい、ちょっとほんの微増、もうこれ変わらないって言っても正直変わらないですね。さっきの加藤さんも変わらなかったし、うん、スピンレートは若干落ちてる、はい、お、うん、ここは共通してますかね。お、そうですね、はい、ちょっとですけどね、うん、はい、そしてアングルが変わらず、うん、クリアランスも、うん、まあ変わらず3ぐらいしかないですからね、うん、レングスもそれ変わらず、うん、ということはやっぱりこちらもスコア的には変わらないので、はい、ボクシングでいうところの勝敗は変わらない、はいはい、打ち勝つということができているのかな、うん、またフィーリングですよ、これ大事なのが、そうなんです、はい、長尾さんにはクリエイティブという言葉が出てくると面白いと思うんですが、いかがでしょうか。ね、手元での飛び出し感、はい、パワー感はいかがだったでしょうか。旧作こちらの方が良かったと、旧作の方が飛んでる感じ、はい、そうですね、
引っかかり感としてどうでしょうか。引っかかり感も、まあ、感触が伝わってくるっていう意味も含めて旧作の方が旧作の方よく感じました、はい、打球感は旧作の方がちょっとクリアな感じですか。そうですね、旧作のちょっとこう硬さっていうか、まあ、クリアな感じでした、はい。新旧比べたらどのように違いますか。はい、柔らかい方がよくこう打感がマイルドになったように感じましたね。新しい方がマイルド、はい、そうですね、マイルドに感じる、はい。これしなってる感があると、うん、しなってる感と、まあ、でもホールド感っていうんですかね、手にくる優しさというのを感じました。なるほど、新旧どちらを長尾さんだったらお選び、はい、私でしたら新しい方が打感がマイルドに感じる新しい方を選びます。ですから今までどうしてもピアストライク硬いなって言って敬遠した方にはとても使いやすいラケットになったんじゃないかなと思います、はい、対象ユーザーは少しより広げられるんじゃないかなと思います、はい、わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございますが、うん、いかがでしょう。やっぱりそうですよね、はい、まあちょっとこうパワー感という意味では少し硬さのある前作の方が同じぐらいのスピードなんですけど、うん、そっちは感じやすくて、うん、でもまあ球持ち感、やっぱりこうラケットしなりっていう面では、まあ、RA の影響もあって新作の方がいいと。やっぱ RA の2、3って大きいですね。そうですね、うん、まあ、もちろんねフラックスが今回入ったので、うん、あの打球感もとおっしゃってるのは、はい、そこからの影響も多分にあるんだと思うんですけども、うん、やっぱり今回大きく、うん、変更された、はい、でここで皆さんにですねぜひ知っておいていただきたい、このピュアストライクって、うん、まあ、いわゆるコントロール系、はい、皆さんで言うとコントロール系、はい、フィーリング系ですけども、はい、ただラケットありますが、はい、唯一ピュアストライクだけがテーパーかかってるんですよね、うん、デュアルテーパー、はい、補足21、23、21、うん、そうですね、ですよね、はい、それはなくて大体フラットビームなんですよ、はい、っていうことはこれがどれだけパワーを出してるか、うんうん、安定性を高めてるか、はい、それを RA を下げたのでマイルド差が伝わった。そうなんです、はい、なので、まあ、バブロさんがおっしゃってるのはコントロール系ラケットにパワーを求める方、はい、パワー系ラケットにコントロールを求める方、はい、ここをねダイナミックコントロールカテゴリーとして確立していきたいというところでの唯一の一本と、うん、そうですね、やっぱりちょっとね先ほども込めてた、まあ硬いっていうイメージがちょっと払拭されていくんじゃないかなっていう気もしますし、まあさらにもうちょっとその球持ちを感じたいっていう方は、まあ一緒にこう100新しく入れたところで、305g で100のモデル、はい、16、20でしたっけ、はい、ステムパターンが結構ね、はい、他にはないような形で若干そちらも RA がこれより低い、はい、かなり低いということで、はい、モデルが出てきてるので、ね、おっしゃってましたよね、はい、そこも含めてちょっと比べていただきたいかなという気がしますね、うん、どうですか、長尾さんおっしゃってたんですよ、ピュアストライク打たれて、こんなだったっけ、もっとなんかあんまり好きじゃないタイプかなと思ったんですけど、そうですね、まあ歴代出てきてるので、うんうん、その中でやっぱり結構硬いっていうイメージをもう持ってしまって、うんうんうん、敬遠してた方も結構いらっしゃるんです。なるほど、はい、もう試さないで、うん、ストライクはもう硬いからちょっとっていう方も結構いらっしゃったので、いや結構今回使える幅がぐんって広がると思いますね、はい、なるほど、じゃあ進め方も結構変わってきますか。変わりますね、まあ他社とも含めてですけど、はい、まあ、同じそのシリーズの中での比較も出てくると思います。なるほど、まあ、じゃあ長尾さんも戦術クリエイトしていくと、はい、はい、ダイナミック&クリエイティブコントロールラケットと、はい、いうことはそうなので、はい、そうですね、乗って飛ぶということがキーワードになってくるかなと思いますが、うん、はい、ぜひここも試していただきたいですね。そうですね、まあ今、はい、今回ね、コントロール系、うん、フィーリング系、はい、結構出ますので、その中では、まあ外せない一本かなというところですね。もう前後でやっぱり選手もどんどん使っていく。あ、そうなんですか。ラケットだと思いますよ。はいはい。あ、はい、ファイナルネクストジェンでも優勝した子も使ってましたからね。はいはい、そう、セルビアの選手使ってましたから。はい、はい、名前出てこないですね。名前が出てこないですよ。はい、難しいんですよ。はい。はい、ということでは交互期待いただければと思いますが、今日は新旧対決、はい、バボラのピュアストライクお届けしました、はい。ぜひ参考にされてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。